アーユ・シマーン・クラーナーは、インドの俳優、歌手、テレビ番組司会者。機能不全の男性を演じることが多く、ナショナルフィルムアワードや、フィルムフェア賞など、複数の映画賞を受賞している。プーナムとピー・クラーナーの息子として、チャンディ・ガルで生まれる。生まれた時に、ニシャンとクラーナーと名付けられたが、3歳の時に、アーユ・シマーン・クラーナーに改名された。 チャンディーガルセージョン高等学校、デイブ・カレッジで教育を受けた。英文学を専攻し、パンジャーブ大学でコミュニケーションの学位を取得した。アーユ・シュマーンは5年間演劇活動を行い、デイブ・カレッジ在学時には、エガース、マンチェタントラの二劇団の創設に関わった。彼は、路上演劇を考案して実行し、ムード・インディゴなどの学園祭で賞を受賞した。また、 ダラム・ビール・バーラティのアンダ・ユングでアシュバッターマンを演じて最優秀主演団優勝を受賞し2017年にラジーブ・マサンドが主催するアクターズ・ラウンド・テーブルに招待された2002年にチャンネル V の番組に出演して注目を集めた2004年には MTV ロデスに出演してロデス2の優勝者となった大学卒業後は デリーのビッグ FM92.7 に就職した。アーユシマーンは、ビッグチャイマーン NA マーン、メンテラーシュマンで司会を務め、2007年に、弱人達成賞を受賞した。また、最年賞で、バーラトニルマン賞を受賞している。ラジオ番組で活動した後、MTV の情報番組、ペプシ m TV はサップ、ザボイスオブユアン・ガストンで、ビデオジョッキーを務めた。同時に、 MTV フリーフォルトゥムービーズ、チェックでインディアジャード・イーク・バーにも出演しており、その後はカラーズ TV のインディアエス・ガット・タレントでニキル・チナパと共に司会を務め、MTV では情報番組ストリップとに起用された。2009年にはスタープラスのミュージックカマハ・マク・コブロで司会を務めた。アーユ・シュマーン・クラーナーとリア・チャクラ・ボルティ2012年に シュージットシルカルのビッキードナーで俳優デビューする。同作では、生死提供者の男性を演じ、アヌーカプール、ヤミーガウタムと共演した。アーユシマーンは、役作りのためワークショップに通い、医療関係者と交流した。また、同作のサウンドトラックのために、パニラー・ランをロチャック・コーリと共に作し、作曲している。r d i f f c o m のスカニア・ベルマは、 アーユシマーンの演技を、気さくなキャラクターと、茶目っ気のある顔は、彼の世渡り上手で、ユーモアのある仕事を保証していると批評している。同作の興行収入は6億千万ルーピーを記録し、興行的な成功を収めた。アーユシマーンは、同作での演技を評価され、フィルムフェア賞最優秀新人男優賞と、フィルムフェア賞最優秀男性プレイバックシンガー賞を受賞している。 2013年にローハンシッピーのチャバン野郎でクナール・ロイカプールと共演した。アヌパマ・チョープラーはキャストの中でアーユ・シュマーンが最も熱心であることに注目したが彼の演技はクナールの影に隠れてしまっていると批評している。彼は同作のサウンドトラックで2曲を歌っている。2014年にはヤシュラージ・フィルムズ制作の デイブクフィンで、ソーナム、カプール、リシカプールと共演した。同作では、彼女の父親に結婚を認めさせようと奮闘する男性を演じている。アンディ・ウェブスターは、ニューヨーク・タイムズに批評を寄せ、同作の不自然に生み出されるユーモアを酷評したが、アーユ・シマーンについては、リシカプールの相手役としての演技を評価している。茶番野郎と、 ベイブクフィンは2015年に出演したハワイザーダと同様に工業的に失敗している。ハワイザーダではシブカルバアップジタルパーデを演じ、役作りのために減量してマラーティーゴを学んだ。同年に妻田ヒラカシャップと共同で自伝ザコードマイジャーニーツーボリュッドを執筆している。失敗作が続いたアーユシマーンの俳優キャリアは 2015年に公開されたシャラとカタリアのよいしょ。君と走る日で持ち直した。彼はブーミー・ペイドネーカルが演じる肥満女性との結婚を強制された男性を演じている。ザヒンドゥーのアヌージクマールはアーユ・シマーンの口調とボディランゲージを絶賛した。積極的なプロモーションを行わなかったにもかかわらず、同作は4億1000万ルーピーの興行収入を記録するヒット作となった。 GQ 面、オブザイヤー受賞式に出席するアーユ・シュマーン・クラーナーナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞するアーユ・シュマーン・クラーナー2017年に出演した僕の可愛いビンドゥは工業的に失敗したが同年に出演したバレーリーのバルフィバーエリー・キバーフィーは工業的な成功を収めているバレーリーのバルフィはニコラス・バローの小説 ザイングリーディエンツ・オブ・ラブの本案作品であり、アーユ・シュマーンは主人公の作家役を演じ、ラージ・クマール・ラーをクリティ・サノンと共演した。ニューデリー・テレビジョンのサイバル・チャ・テルジーは、アーユ・シュマーンの陰気な捨てられたラバーから自己の利益を優先する歪んだマニピュレーターに変貌するという説得力のある仕事を称賛している。シュブ・マンガル・ソベドンでは、 勃起不全に悩む婚約男性を演じ、ブーミー、ベイドネーカルと共演した。同作は2013年公開のダミル5映画、コリナ・ソマイル・サーダムのリメイクであり、アーユ・シュマーンは、シュブ・マンガル・ソベドンで男性の精神的、性的問題に対する関心が高まることを期待していた。ラジーブ・マサンドは、同作がスーにならずにセクシュアリティをうまく取り扱っていることに注目し、 アーユ・シュマーンは、フィルムフェア賞最優秀主演団優勝に、ノミネートされた。2018年には同年工業成績トップ10入り、した、映画2本に出演している。1本目は、シュリラームラガバンの、盲目のメロディインド式殺人競争曲で、アーユ・シュマーンは、盲目を装うピアニストを演じ、ラーディカー・アプテー、タップーと共演した。アーユ・シュマーンは、無形主チャブラから、 映画の内容を聞いて、出演の意思を伝え、役作りのために、盲目のピアニストと交流し、ピアノの弾き方を学んでいる。彼の演技について、ミント氏のウディタ・ジュンジュン・ワラは、傷つきやすさと、狡猾さのバランスが取れた、張り詰めた演技を称賛し、ハフポストのアンクル・パタクは、手放しで拍手に値する演技を称賛している。 盲目のメロディインド式殺人競争曲は45億6000万ルピーの興行収入を記録した。その大半は中国からの収益であり、アーユ・シュマーン主演作で最大のヒット作となった。2本目はアミット・シャルマのベディ・ホで、アーユ・シュマーンは中年の両親が妊娠したことに戸惑う息子役を演じ、ニーナグプタ、ガジラ・アジラをサニアー・マルホートラと共演した。 アーユ・シュマンの演技について、ファーストポストのアンナ・エム・エム・ベティカドは、完璧な説得力があると批評し、スター俳優が、小さな映画の物語を選んだことを称賛した。ベデイ・ホは22億千万ルーピーの興行収入を、記録し、スリーパーヒットとなった。アーユ・シュマンは、盲目のメロディインド式殺人競争曲の演技を、高く評価され、ナショナルフィルムアワード最優秀主演団優勝。 フィルムフェア消費評価選出、最優秀主演男優賞を受賞している。2019年には、アーティクル15、ドリームガールの2本の成功作に出演した。アーティクル15は、アヌバウシンハーが監督し、アーユシュマーンは、強姦事件を担当する、警察官役を演じた。同作は、インドのカースト制度に焦点を当てた映画で、2014年、 バダーユーン集団合姦事件や2016年ウナー、ムチウチ事件などを参考にしている。ウェンディーではガーディアンに批評を寄せ、アーユシュマーン、ソウルフルなボリーウッドの心躍るカリスマと、人目を引く、激しい演技を称賛した。ドリームガールでは、女性のふりをして接客する、コールセンターの男性役を演じた。2020年に出演した、結婚は慎重に。では、 同性愛者の男性役を演じた。同作は、アーユシマーンとジーテンドラクマールの同性愛者を、ホモやヘテロではなく、カップルとして描いた点が評価されたものの、興行成績はかんばしくなかった。ガラボーシタボでは、アミターブ、バッチャンと共演したが、新型コロナウイルス感染症の流行のため、劇場公開が中止されアマゾンプライムビデオで配信された。 シチピー・クラーナーは、先生術師で、先生術に関する著作も執筆しており、母・アニタは主婦であり、ミャンマー人とのハーフである。両親は、チャンディーガルに住んでおり、弟のアパル・シャクティ・クラーナーは、ラジオジョッキーとして活動しており、2016年に、ダンガル・キット強くなるで、俳優デビューしている。妻のタヒラカ・シャップは、トフィーの監督として知られており、 ああいうしまーんとたひらは、幼少時代から交際を続けていた。2012年に息子が生まれ、2014年には娘が生まれている。ありがとうございます。